はい、こんにちは。シークレットガーデンのテッティです。今日もですね、うちで咲いた花をですね紹介していきたいと思います。じゃあもう早速いっちゃいましょうか。もうね、画面には出てると思うんですけど、綺麗な花が見えると思うんですけどね。こちらの方はですね、ラケナリアロンギツーバっていう種類ですね。ラケナリア属はそうですね、200種類ぐらいあるんですけど、以前はですねこの種類は、ポリキセナっていう属だったんですね。こう下の方で花を咲かせるような感じの種類のことを、だいたい昔はですねポリキセナっていう属があって、そちらの方だったんですけど、今現在はポリキセナはすべてラケナリア属に編入されて、すべて、ラケナリアになっちゃいましたね。こんな感じの花です。そうですね、まあ、休眠から覚めて起き上がって、葉っぱと同時にほぼ同時に、花が上がってくるんですよね。ですので比較的早い時期に、花が咲きます。まあ、見ても分かる通りね、多少のね差があって、こう白に近い感じの花から、それから真ん中にですね、ピンクのラインがこうスッと入って、それで全体的にピンク色になる、そんな花もありますね。多少ね、花がこう進むとピンク色になってくる、そんな感じの種類ですね。そうですね、栽培もですね非常に簡単で、まあ比較的ラケナリアに強い業者さんとかだったらどこでもあるんじゃないですかね。ちょっとね、そうだな、なんていうんですか、地際で咲いちゃうんでね、こんなたくさんあるとほら綺麗でしょ。たくさん咲いてわちゃわちゃ咲くんで、見栄えは良くてすごくいいんですけどね。しかもこうピンク色の可愛らしいちっちゃな花が咲くんで、すごく愛らしくて可愛いと思うんですけど、そうですね、ちょっと多少ね球根が多いと見栄えがするんじゃないかななんて思ってます。まあ栽培は簡単でですね、分球もよくするんで、1、2年、なんていうんですか、最初はこう少量少ない球根でも何年かするとどんどん増えていくんでね、ぜひ、まあ、増やしてたくさんこうわちゃわちゃ咲かせると、まあ、綺麗なんじゃないかななんて思ってます。はい、ちなみに、そうですね、これは B&T っていうところから、2016年に輸入してきたロギツーバなんで、まあ、だいぶ何年も咲いてるんですけどね、まあ、可愛らしい花を毎年咲かせてます。はい、じゃあ今日はこのぐらいにしましょうか。最後までお付き合いくださりありがとうございます。また次回のですね動画でお会いできることを楽しみ待ってます。それじゃあバイバーイ。